敦賀市立看護大学の入学式が3日に行われ、看護学部と大学院助産学専攻科に合わせて65人が入学しました。今年はコロナ禍前と同じく保護者も式に参列しました。力をお借りして困難を乗り越え、2014年に開学した敦賀市立看護大学からこの春第7期生が巣立ちました。今年度は看護学部に第11期生56人、修士課程の大学院に第7期生2人、助産学専攻科に第7期生7人が入学しました。看護学部入学者56人のうち県内出身者は25人で、うち6人が敦賀市出身です。大学院と助産学専攻科の新入生のうち2人は市立看護大学から進学しています。式では新入生全員の名前が読み上げられた後、内布敦子学長が新入生を激励しました。かなり多く発表されるようになりました。今私は皆さんが看護の道を志していただいたことに心から感謝しています。これから皆さんが学ぶ看護学にはさまざまな可能性があります。どうぞ貪欲に勉強し、看護の可能性を追求してください。新入生代表の先生では入江杏奈さんが看護の道への決意を述べました。看護に向き合う中で多くの困難に直面することもあると思います。しかしその時は看護師を志す仲間とともに協力し助け合い、時には先生方や先輩方のお力をお借りして困難を乗り越え、大学生活の4年間でたくさんのことを学び、知識と技術を身につけていきたいと考えております。この後、在学生を代表して矢原優さんが歓迎の言葉を送りました。今一人一人看護という道を選んだ理由は様々であると思いますが、それぞれが自身の将来像や目標を持ち、共に学びを深め成長していくことができればと思います。自身の持っている将来像に少しでも近づけることを記念し、歓迎の言葉とさせていただきます。看護大学の授業は4月5日金曜日からスタートし、新入生たちは看護の学びへの第一歩を踏み出しました。